お前が後手だ。よろしくお願いします。対局開始。お相手の方、初段の方ですね。鬼殺し。早速鬼殺しをやってきました。あ、この6四歩っていうのは、まあ、鬼殺し対策ですね。もう桂が飛べないようにされてしまいました。なのでまあちょっと四間飛車に振ってみたいと思います。でちょっと多少強引なんですが、桂馬を飛んでいきましょう。でこれはでもこれは両取りを、飛車と銀の両取りをかけることができたので、ちょっと相手の方ですね、対応を間違ってしまったと思います。で7三金と上がることも、まああの桂馬があるので7三金と上がることもできないので、かなりこれは受けが難しいんじゃないのかなと思います。奇襲としては大成功かと思います。でまあそうですね、まあ飛車を受けてくるしかないと思うんで、ここは銀と、角成りにもさせ2分30秒で、こちらだけ馬を作って大優勢かなと思います。まあここからどうやって攻めるなんですが、まあ、まずちょっとこの桂も取りたいところなんですが、まあ、お相手がどうしてくるかです。結構お相手の方としましては飛車も隠居しちゃいましたし、まあ、結構苦しいかなと思います。でここは馬を消してくるという手だったんですが、逆に手順でこう桂を取りつつ追い込むことができました。ただお相手の方はちょっと執拗にですね、の馬を消しに来られてますね。優勢は優勢なんですが、攻めが肩透かし2分食らっちゃったかなと思います。多少強引ですが、ちょっとこじ開けていきましょう。ちょっとこちらとしては玉が57と出ちゃってるっていうところなんで、まあ4八の方に行ければいいんですが、4八に下がっちゃうとですね、割り打ちの桂を食らっちゃうんで、まあ、これで消せましたね。1分30秒なんか今の桂成り桂からですよね。普通はちょっと失敗しちゃいました。まあこの飛車はもう全然取ってくれた方がいいかなと思います。まあ一応これ詰めろなんで、お相手の方は今日大手なんですが、もうほぼでも受けが難しいですよね。これは罪ですね。あ、罪じゃないですね。あの大手ですね。大手なんで一回受けといて、で、あ、罪ですね。ありがとうございました。